まーちゃんねるのまーちゃんです。今日はお家からスタート。今日は一泊二日過去予定なんだけど、車中泊に行ってきます。はい、今日の飲み物は濃い多いお茶。これ濃いけど美味しいんだ。あとね、ポーク、いつもサンドイッチだけどポークおにぎりにしてみた。よし、ここは出発に行くのに、とりあえず芦別方面まで向かいます。今ね、ちょうどね、これなんていうとこ、カリカチ峠のパーキングに来ました。天気いいし気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいよ。景色綺麗に見えますか？休憩、風強いわ、やっぱ上だから。鹿くんとかいそう。今日めっちゃ綺麗。金太郎さん、芦別限定ガタタン食べに来ました。ここ金太郎さんでカレーハウス。もともとガタタンってこうなんかいろんなの入ったスープ、健康なスープなんだって。芦別といえばガタタンです。ガタタンはなんかスープのこと言うらしいんだけど、まちゃんはこのガタタンラーメンにしました。今日ガタタン食べに来ました。金太郎さんとお店です。いただきます。あんかけのね、美味しいんだよ。美味しい。熱いわよ。豚市内の道の駅来ました。スタンプラリーお酒見えていてよ。スタンプラリー忘れたか。豚市内の道の駅スタンプゲット。ちょっとお店の中見てくるか。ここ道の駅です。あ、開いてんのか。なんかね、ちっちゃくちゃあんまかった。はしゃいだって。これでスタンプラリーゲットです。次は飲み物買って次の場所に行きます。ここなんだっけ。浦安の沼の道の駅です。これ後ろかな。これ行くよ。押せますか。イエーイ、今日もここをゲットしました。じゃあ次の場所にレッツゴー。いいちょっとくれるな。見て、北海道産人参だって。バニラ、ブドウ、ホッポ、モイン用のって。アイスクリーム本当にね。浦安にある人参アイスクリーム、
セルーカオレンジシャーベットみたい。キッペルジョン。海が見えてきたぞ。今日は海沿いに行きたくて海沿いを走って目指してます。わ、船が走ってる。船が走ってる。今日は石狩にシャチルクに来ました。海めちゃくちゃ綺麗だ。すげえ。うわとりあえず町にまで行きます。なんか地図よくわかんなくて、石狩来たことないから石狩ので今日シャチワークしようと思ったんだけど、石狩の町の中来たら札幌だった。札幌と石狩って札幌、あれ石狩って札幌、札幌って石狩、意味がわかんないなって。今日のお風呂はバンヤの湯さんです。ここでお風呂入ってからまーちゃんは今日のシャチワークの場所に行きます。これからお風呂入ってちょん。カピバラお風呂入ってる。え、めちゃくちゃ可愛いんだけど、お風呂入ってるの。カピバラさんお風呂入ってる。え、めちゃくちゃ可愛いんだけど。泊まるところのちょっと近くまで来ました。夕日、あそこ行きたい。なんか綺麗。あ、湖で遊べんのかな。あそこで遊びたいな。すっぴんですいません。今日は石狩にシャチワークに来ました。今日は一泊二日、明日は帰るのかな。ちょっと OK です。今日ね、6時間ぐらい走ってきたけど虫だらけです。残念。アイロードアチビッチメッシュアッツタ。ました。石狩のギフトは石狩だって。なんかカレーが有名なのかな。ちょっと気になるから買ってみたいけど、まーちゃんカレーライス食べられません。お疲れ様です。今日の宿泊先に来ました。北海道といえばやっぱりクラシックでしょ。しかも今回ゴールデンカムイとのコラボ、めっちゃ可愛くないこれ。はい、いただきます。これから飲んでご飯食べます。
はい、ご飯食べたんだけど、三つ星の今日デザートにプチハスカップロールケーキ買って、うわ、ほら、美味しいでしょ。これをビールのおつまみにしてくれます。ね、スプーンもらえなかったからね、なんかね、ヨーグルトのスプーン。うーん、まっ。うん、美味しいでいいし、食べながらビール飲みましょう。おはえーす。まだ髪の毛ぐちゃぐちゃだし、ずっぴんでメイクもしてないですけど、起きました。今日はまあもう、何時？もう珍しく何回も寝たり起きたりして8時です。これからメイクします。今回、車中、インスタグラムも上げてるんだけど、今回ね、車中泊用にテーブルを準備しました。買いました。なので、いつもメイクは前の棚でやってたんですけど、今回からは、ここでメイクできます。今いろんなのが結構ぐしゃぐしゃだけど、見て、こういう感じ、こういう感じでテーブルを準備したので、ここでメイクします。最高だよ、お家みたいな。オープンしたよ。メロン安っ、1500円だって。あ、やっぱ天、うわー、朝から激混みです。この道の駅めっちゃ混んでる。うわー、あの人参細いの美味しそう。めちゃくちゃ激混みだよ。すげえな、この道の駅。限定ソルト結構リコリコゲットしたじゃん。見て、これリコリコナイシュで、ブルーの方がスタブルーで、こっちが夕日だって。ここね、朝9時半から食べれるよ。これ食べたかったんだ。あっさりして美味しい。こっちはどんな味でしょうか。これ色めっちゃ可愛くない？これ見える？オレンジと黄色みたいな。うん、なんかいちごとオレンジみたいな。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかリコリコって CM 見たことあって食べる機会になって、今日食べれてよかったです。今日はこれからどこに行こうかな。フランク買います。フランクめちゃくちゃでっかい。ふっと天徳さんのモンライトしたペンな。ありがとうございます。朝ごはんアイス食べた後に、ね、太いフランクフルトの光のナットカップができた。うん、うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。次はどこに行くでしょうか。すごい、朝からアイスクリーム食べて、朝食フランクフルト食べたから、もう朝もお腹いっぱい。しかもめちゃくちゃ混んでたよ、ここのお店。ハマ、マッハ、マッハ、ハマ、マッス温泉のところに来た理由は、見てください、石狩のポケベタコロンとナルトです。イチキチョ、変な見える子。なんか走ってアビラ町走ってたら、山の上になんかお城みたいなって来てみたんだけど、これ何なんだろう。なんか昔はホテルっぽい廃墟。中富良野に着きました。ちょっと迷子になってちょっと遠回りしたけど、道が激混みです。まちゃんね、中富良野に来ていつも来るこのなんとかアンドホームとのスーパー好きで見に来てます。その前にお昼食べます。
行って、いつもこういうスーパーガツウマにできるお蕎麦で、これ今日冷やしお蕎麦380円にしました。いただきます。お疲れ様です。南中富良野行ってご飯食べて、スーパー見た後にノンストップで約2時間半かけて帯広に着きました。お買い物とかしてから帰ります。帯広でお買い物したので、これから帰ります。カレッタチョー、お疲れ様です。無事に帰宅しました。乾杯。